そう、ちょっとコンタクト取ります。すいません。あ、ちょっと苦手な人いるかも。苦手な人見ないでください。コンタクト取るの苦手な人見ないでください。いい、取りますよ。取った。これ1個いった、1個なくなったけど、ガン見した。じゃあ先着でこちらのコンタクトあげます、誰かに。いや、そんなことより、そんなことよりですね、先ほど、スターあかりさん、ご飯行ってきました。もう嬉しすぎて、私もう久しぶりに会えて、超嬉しくて、もうね、幸せでした。本当に、もうね、今ね、余韻なんですよ、正直。そう。もう余韻がやばくて。もうね、須田さんと本当に久しぶりに会って、1年、もうちょっとして1年経つんじゃないかなってぐらいの久しぶりだったんです。やばかった。もう可愛かった。今日なんか須田さんと話すと一生口角がこう上がってるんですよね。で、なんか別れ際もずっとこうなってて、そう、韓国で会った以来だったんです。それまでも結構連絡はしてたんですけど、そのあんまり、なんていうの、その予定が合わなくて。で、最近もね、なんか何この日東京いるんでとか何回も言ってたんだけど、なかなかちょっと合わなくて、須田さん忙しいので。そうなので、もうね、もう幸せ、やっぱ須田さんだなってなりました。はい、須田さんだなって。なんか話して、そう、私も一方的に須田さんのことは見てたんですよ、 SNS で。そうだけど、やっぱなんていうの、こうやっていろんなこと話せる、緊張しながらも、今日本当やばかったよ、汗が 汗がやばかったですけど、そう、幸せでした。生の須田さんだーって言っちゃった。なんかね、須田さんにも今日言ったんだけど、須田さんに会うとなんかちょっとね、なんていうの、自分が男の人だったらって考えちゃうの。そうでね、ごめん、ちょっと余韻がすごくて、ちょっと全然語彙力がない。そう、なんかこの人だったらって考えちゃうんだよね そう、緊張しました。本当に本当に緊張しました。はい、幸せでした。今日は朝に会うからおめかししました。そう、しかもね、なんかね、叙々苑初めて行ったの私。そう、なんかどこがいいって候補言ってくれてて、そう、その中で叙々苑を2人で選んで初めて行きました。もう美味しくて美味しくて、ごちそうさまです。嬉しい。そう、初めて。そう、スタさんが横にいたから余計美味しかったです 幸せでした。はあ、イエイ。お酒飲んだ。さすがに明日は東海だねっていう話になって、お酒はやめました 皆さんはそういうとこをね、しっかり、なんていうの、言ってくださるから。そう、
なんかね、今回そのなんか叙々苑予約が取れなくて、ペア席だったら予約が取れたの、2人きりのやつ。そっちの方が距離近いねってなってそこにしました。だからもう実質本当に私がね、須田さんと付き合ってるみたいなデートでした今日。でもいつもそうなの、私本当に須田さんといると、ああ自分が男だったらなってめっちゃ思うの。 そう思うんです。チェア席で、楽しかった。でも楽しかったけど、もう緊張しててずっと何回も真っ白になって頭が 大変でした、大変でした。幸せでした。なんかいつも言いました、お化粧がね、あ、でもね、聞いてほしいのね、さっきからさ、ほっぺが赤いって言ってるじゃん。聞いて、私、ここ、V 君に噛まれてさ、そう、もうこれ言わないつもりだったんだけど、V 君がね、いろいろ言われるのかわいそうじゃん。でもね、見て、V 君に噛まれたの、ここ。やばくない？じゃあ、なんか2日前ぐらいに、一緒に V 君と寝てて。ブイ君多分眠かったのか機嫌が悪かったかわからないけど、私が顔近づけたらガブって噛まれて、ここね4個ね、なんか、まあ、今見えないんだけどさ、4個今隠してるからね。で4個こうね、1234って あるんです。 痛いのよ本当に。痛いっていうか今は痛くないんだけど、その時めっちゃ痛くて超噛まれたの。そうだから、こっちも合わせてチーク同じ色塗ってんのこれ。 バレないようにね、みんなごめん。だから明日どっかで、あれ優香さん肌こんな荒れてたっけと思われたらすごい嫌なんだけど、残らないように頑張るから、まあいいけど残っても、 V 君のなんか歯型が残ってる。 ダメだよ、みんな V 君のこと叩かないでね。 叩いたらダメだからね。そう、 V 君に噛まれました。初めて噛まれた、手とか噛まれたことないの。チークっていうか、ここの位置に、まあちょうどこの辺とかだったらちょっと隠しにくいけどさ、ここだからまあまあまあ美味しそうだったのかな。でも私のほっぺ、こっちはね結構そばかすとかあるんですけど、こっち全然何もなくて、まああるけどね、そばかすあるけど、なんかなんていうの、ニキビやこととかもあんまりなくて、なんかチュッチュッって言われた。そうで、こっちはすごい私的に肌気に入ってた、気に入ってたっていうのは、なんか肌ね綺麗だなって、こっちはねすごい感じてたの、あ綺麗な、なんか結構いい感じだなって感じてたのに噛まれました。そうだから、みんな気をつけて 気をつけてください。今ブー君と口聞いてないんで嘘ですけど、全然今日家出る時名残惜しすぎて嫌だったけど、あ、もう来た、よかったよかった、式送りました。もうあれは本当に直後ぐらいに、もう本当に須田さんと別れて直後ぐらいに書いたんで、多分もう猛烈な熱量だと思います。あの時は語彙力があったけど、やっぱ今ちょっと本当に余韻に浸っている感じなんで、すいません。なんかやっぱ須田さんからにしか、こう須田さんからしかもらえない、栄養なんていうの、なんかね幸せがあるの、須田さんからしか、なんていうのこれ。 みんな言うじゃん、栄養じゃなくてさ、須田さんからしか摂取できない栄養。 そういうことです。活力、なんだろう、幸せ、全てもう今すごいんですよ、栄養素。イエス、それ、エナジー。もうあとね、今日ね眉毛が濃いんです、本当にすいませんね。これはでも明日明後日のためなんですよ。もう本当はね、あれなんです、眉毛濃いの本当に嫌なんだけど、じゃあ眉毛ティントをしたんですね。これ眉毛ティントをして昨日したんですよ。
なんで昨日したんっていう、今日明日明後日、まあ明日明後日はいい感じなんだけど、今日がまあ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 、まあ、今日はまあ馴染ます、まあまあ結構濃くなっちゃったの。眉毛ティントって3日ぐらい持つんだけど、なんかこうなんていうの、なんか結構濃いめにつけて寝て剥がして、剥がしたらなんかめっちゃ濃くて、今日すごいのよ。まあまあまあ、まあ明日ぐらいには多分いい感じになってます。あとエクステ取りました、そういえば。ちょっとこれ取る、あ幸せだった。そうエクステ取ってめっちゃ短いの、イエーイ。楽ですねやっぱりこの長さ。エクステ取ったって言ってもね本当に嘘なんだけどエクステ取ったって言ってるけど嘘なんだよね。エクステ全然まだついてて自分で切ったんです。まだねなんか取れてないとこあるんだけど、そう、まあ、切りました。まあ、取ったとこもある。なんかすごい音する。なんかあとはこの間の公演ロングで出るつもりで、待って眉毛めっちゃ濃くなって、なんか気になったら気になってきちゃったえ、ちょっと待って、濃くない、ちょっと待ってくれ、濃くないですかいや違うのね、聞いてほしいの、そのこれは眉毛ティントなんだけどさ、ちょっと隠していこう。まあいいや、もう今日は眉毛が濃い日って覚えてください皆さんの中で。あ、チークが濃い日これはブイ君だけどね、完全に違うの。あの何の話してた、あエクステね、そうエクステで、あそうかほちゃんの生誕祭の時に、なんていうの、私その日の朝にお風呂に入ったんです。昨日その日前日に寝ちゃってそのまま寝ちゃったんです、寝落ちして。そうだからその朝に入ったんですねそしたらなんかドライヤーしてる時かなに15本ぐらい抜けて、10本15本ぐらい抜けてエクステが取れて、でその前は結構いい感じのロングだったのに、そうもうねあのもうねスカスカだったので、うわこれはやばいと思って急遽切って髪切ってそうでなんとか耐えました。で今ちょっとついてるかなぐらいだけど、3本4本ぐらいかな、まあ、自分で取れるんでいいんだけど、そういいやつだから3ヶ月ぐらい持つって言ってなかった。そうなんだよ、まあでも1ヶ月半は持った、私の扱いが悪かったのかな、もう分からないんですけど、何でもいいです。ワンオクは一人でベルナドーム行ったの、え、そうだよ、ワンオク一人で行きましたよ。なんかさあのこういうこと言うのあれなんだけどさ、フェスとかってやっぱさ2人とかさ、なんていうの、絶対なんていうの、なんていうの、なんかまあライブなんか2人とかで行くやん絶対、だってそっちの方が楽しいし絶対。え、全然一人で行きましたよ全然見ますかっていうぐらい一人で行きます。でも私の隣の席の方なんか主婦みたいな、主婦か分からないけどなんかね、そう言ってて、一人で主婦の方かな、主婦っていうかなんか見た目がね結構会社員、会社員主婦違うわなんていうの、主婦じゃないな、会社員じゃないな、なんて言うんだろう、本当に OL さん、そうそうそう、それが痛かったな。そう OL さんがそのままその格好で来てて隣で、でそのワンオクがもう歌ってる時もうこんなになってて、うわいいなって思ったんだよね。私はなんかやっぱりその音楽って人をこうかなんていうの、いい意味ですごい変えるっていうか、希望変えるって言ったらあれ、なんていうの、なんかあの音楽の力ってすごいなって思って、いや本当に語彙力ないからごめんね主婦じゃない、でも見た目は結構主婦っぽかったよ、主婦っていうかなんていうの、なんか
子供いますみたいな感じの10代前半ぐらいの方だったかな、見た目はね。そう、最近は充実してます。よかった、拳突き上げたよ。隣の方とは喋ったの？喋ってないです。私本当に喋れない、全然。あの、話しかけられたらあこんにちはみたいな感じだけど、家には匂わせない、家には匂わせじゃない違うの、あの普通にあの2人であの写真撮ったやつを載せるタイミングを逃しただけラーメン屋さんの店員に優香さん好きなんですかって聞かれた。カバンの缶バッジ見て、すごい、ラーメン屋さんの店員は優香さんのこと知ってるんですね、嬉しい。後ろ写真載せてない、あ、見てないみたいな、載せてないです、まだ。載せますね、またまだ眠ってるんだけどさ、あのカチューシャを全部してるからなんか乗せすぎかなと思って乗せます。ちょっと眉毛濃くて私本当に嫌だから、こうやってする、こうする、こうしたら映る。てかこれさ、なんかこうなんていうの、メイク落としたら結構なんか 青ピンクみたいになってるの2日前だから怖いよね。そうでも私ワンオクで、あのめちゃマットワールドがすごい好きなんですけど、マットワールドをやってくれるとは思わなくて、私はもう嬉しくて嬉しくて、ワンダーも好きだけどね、幸せでした。むしろ今日くらいの濃さがいい。え、本当に濃くないこれイエーイ。最近はでも SNS 結構更新してるんで、見てない人見てください。私頑張って更新しています。頑張ってって言っても趣味範囲だけど、全然無理してないです。はい、改めて見るとすごい近まれた。本当だよね、なんかさ、うん、まあでもまだ鼻とかじゃなくてよかったかも。鼻とかだったらこうガンってここもこういかれるじゃん。それじゃないからまだいいけど、そう、可愛いですね、ありがとうございます。更新多くて助かってます、ありがとうございます。鼻いかれたらやばいよね、鼻なら高くなりそうやめなさい、今低いみたいな低いけどよ、低いけどよ、頑張ってトントンしてるんだからね、いまだに。後藤梨紗子さんに教えてもらってやってるんだけど、あんま高くならんの昔ね。体に頑張って返信します、ありがとうございます。いいですよ皆さん、あの無理しなくて、私みたいに無理しない、あの私は無理してないですけど、あのなんていうの無理しなくていいですよ、私は無理してないです、これは本当に無理してないです今のみんな真に受けそう懐かしい、トン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 トでもなんかね、この間私はナッキーさんと鼻の話をしてて鼻ね、鼻、そう鼻の話をしてたんです。ナッキーさんの鼻いいですねって言ってくださいって言ったの。そしたら、でも硬いんだこの鼻は、なんか違う気がするって言われて、もう確かにねって思って、確かにな、そうナッキーさんの鼻ください、そう誰か理想なの花だなってメンバーいます、ナッキーさんです、ナッキーさんかルカさん、
ナキさん高いのよ鼻が。そう、鼻筋こうシュッて通ってるから。でもカタンがこの鼻になったらカタンじゃなくなるって言われて、はあなるほどってなって、はい、それぞれの良さがあるっていう。でも花って一番多分印象を与えると思うんです、人に。ちょっと丸っこい花は可愛らしくなるし、鋭かったらこうキリってなるじゃないですか。それがすごいよね。今のままでもいい？まあ憧れるけどね、ナッキーさんみたいにこう鋭いこうシュッとした鼻を見ると。でも最近私ファンの方もなんか思うんです、なんかさ、そうマスク必須じゃなくなったじゃん最近。そうで、そしたらなんかファンの方がこう多分初めてみんな多分こうこうやってマスクを取ってる人もたくさんいて、あなたそういう顔してるんだねっていう、あなたそういうことみたいなのめっちゃ多い。知らなかったから今まで。全然あのみんな素敵な顔してますよ。いやでもね、みんなね、あのね、結構印象通りなのよ。目だけでも覚えられ、てかなんか本当にマスクをずっとつけてる人とかもたくさんいるじゃん。いや全然多分それでいいんだと思うんだけど、そのそういう人はあのなんていうの、やっぱ恥じらいがあったりするじゃないですか。でも逆に私はあのなんていうの、もともと顔を知ってる人がマスクで来た時の方が分からないかもしれない。あ、コールしにくいのね。なるほどね。でもさ、なんかさ、存在を知ってるのにさ、こうマスクを外した姿を知らないのってなんか不思議じゃない？すごい不思議な。だからみんなマスク外してきて。いや、いいんだよ。別にシャイっていうか、恥じらえない人はいいんだけど。なんかでも、あの、一回も見れないのは悲しいと思う。こっちが、こちらが、我が。全然いいんですけど。全然いいですよ。でも私でさえ恥ずかしいからね。でも夏暑いからみんなあの無理して。こないだのさラグビーの時めっちゃ暑かったくない？あんなねラグビー日和なお天気あるんだと思って。そう、なんかマスクしてるとなんか笑ってる顔あんま見えづらいじゃないですか。そうだから、あなたそんな感じでいつも笑ってくれてたんだみたいな。そう、ゆかたがじっと見つめてくるから恥ずかしい。じゃあ見ない方がいいですか。こう見ない。じゃあもう天井見てよ、こうやって。何人かでも言った気がするんだよな、私直接マスクを外してきたことあるみたいな。気づくんだよやっぱり、みんな日焼けしてたんだ。
ラグビー日焼けしなかった、え、多分焼けてると思うんだよね、今日も焼けたと思う、そう多分焼けてます。今日はあの午前中まで日焼け止めを塗ってなくて、あの顔と首は塗ってたんだけど腕は忘れて、はい、オンライン、お、え、オンラインと現場で会うのってとでも印象変わる？うん、オンラインそんな変わらないですよ。逆に私聞きたいんだけど、なんか自撮りとかこうショールームとか動画とか写真とか見て、なんかその実際会った時と印象変わるのかなっていう、どうする、これでさ、え、意外とあんま可愛くなかったとか言われたら泣いちゃう。でも私は多分実物の方がいいと思います。あの写真は本当にあのなんていうの、変わらないですか、私実物の方が絶対いいと思うなんかね写真だと私立体感が本当にないんです。まあ、あってもそんなないと思うんだけど、背の高さ、あーね、背の高さね、背の高さは確かに変わるかもね。意外とそんな高いんだって言われるのよ。そうなんです、163.4センチあります私。でね、いつもねヒール履いてるのねヒール履いてるのだから、ちょっと本当にこの間とかね、あの立ちの時のさ、あのあれなんだっけ、撮影会写真会の時ちょっとあのみんな申し訳なかったあの時はちょっと靴失敗したんです、ヒールできちゃって、明日もヒールなんですけどすみません。まあでも公園とかでね見たことなんていうのある人とかは分かるかもね、身長高いねっていう。あーでも確かにもともとさ私より身長高い人はそんなに思わないのかもね。加入した時からかなり伸びた。そう、加入した時私139センチだったんです実際だとよく笑う子だなって、あ、嬉しい、これ一番嬉しいかも、私めっちゃ笑いますよ、めっちゃ笑う、うん、だからあの笑かせに東海来てください。スキーに入って35センチぐらい伸びた、25センチぐらい伸びた日曜日初めて浴衣の握手行きます、楽しみ、須田さんがいいねしてくれた、須田さんがいいね、ごめんさっきのコメントすいません、日曜日初めて浴衣の握手行きます、楽しみにしてます、ありがとうございます、嬉しいです。初めての人が未だにいるの本当に嬉しいよ。なんかたまにねインスタとかでもなんかこのダイレクトメッセージが届くんです、なんか最近好きになりましたみたいな、とても嬉しいです。イエーイ、見ました、皆さん返信見てきてください、今私のツイッターの返信に X ですねの返信に須田さんが返信してくれました、返信記念やばい、なんかねずっとこれなの気持ち悪いね、さすがにやめようそれで一瞬止まりました、はい、そうですナイス、チェモンにいいねしてたの、そう私チェモンちゃん大好きなんです、
ALT まで見てください絶対。 ALT って何の略か分からないけど、だからずっと使ってるけど、なんかねさすがにちょっとあの文字数足りないんですよ。はいはい、出てきてください。なんか太陽みたいですね須田さんって。本当になんかあの笑顔が眩しくて、なんかずっと変わってないなって思って、なんかずっと変わらないですねって言って須田さんに。幸せでした。君は僕の太陽。イエス。あ、須田さんが動画を上げた。見てこよう。嬉しい。ああ嬉しい。須田さんが私のツイートをリツイートしてくれて、私泣く可愛いなんて言ってくる。好きな人にそんなね、にもうにやけが止まらなくて、もうごめんなさい。もう久しぶりにこんなにあの。なんかやっぱね本当に会ってない間にこうなんていうの、会えない間にさこう愛がこうなんていうの育まれていくみたいに言うじゃないですか。もうそれなんでって感じで、私本当にこんな風になるんだなって人間が、なんか須田さんで本当に感じるんです、それを。こんな風になるんだね。もう本当に幸せだった。会えない時間が愛を育む、それですそれです。いやなんかさ、いやもしも私をこんなね、あのあんまだって最近さ須田さんに会ってなかったからか、こんなねなんていうのちょっとなんか変な姿をさなんていうのこうあんまりとこう見せてなかったじゃないですか、きっとずっと見てる。もうね須田さんが卒業されてからこう出なかったじゃないですか。そうだから、ね、でよかった女だってよかった。逆にこれ私がこっちと男の人だったらもう絶対付き合いたいから、もうそんな多分ダメでした。よかった。ライクとラブの違い講座いやでもね嬉しかったです、本当に幸せでした。なんかでも私本当に思うのが、何て言うの、いやね絶対ね本当にね、あのね須田さんとはもうあの絶対に付き合えないんですよ私は。なぜなら多分付き合ったらやばいと思う。もう毎日多分もうっていう感じになっちゃう、本当におかしくなっちゃうからダメです。でこれぐらいこうなんていうの、まあ最近は本当に あの会えてなかったけど、本当になんていうの、まあ、3ヶ月に1回とかでもその1回でも会えたらこれだけ幸せになるんだから、もう本当にねあのはい今日やばいですね、ちょっとやばいです。そう適度な距離が必要なんです、私は本当にそうだと思います。
3ヶ月に1回ぐらいがちょうどいいんです、多分。いやね、毎日こんな幸せだったらダメなんですよ。山、やっぱ人生山あり谷あり、そう、大変な時もあれば幸せな時もある。でもそれが幸せなんです、私この今幸せなんです。そう、毎日会っちゃうともうダメな、もう私は幸せ幸せずっと谷状態、谷なのかな、谷が幸せの方わかんないけどそう、だから山か、山だ、山の方だそうだよね、頂上だもんね。そう、山で今山のもう頂上、もうてっぺん、なんなら空まで行っちゃってます。はい、幸せです。谷がじゃ山をなんていうの、山を越えるみたいな山を越えるのかなって思ったんです。山ってなんか高いからやっぱ壁みたいな感じなのかなと。それがなんかなんていうの、もういいです、もう喋んないダメだ、本当にねせです。いや、夕方に会うの9年我慢してたから、この前通所でめっちゃ幸せやった。あ、そういうこと。だからあれじゃない、だからみんなもちょっと夕方ちょっと飽きてきたな最近ってなったら、一回期間置いてもう一回会いに来て、そしたらね、やばい無理ってなる。いやでも逆に、いやダメだ、でもそれはダメだ、それはダメだね。みんなは会いに来て最後に会ったの中3のゆかたんだから今くらいちょうどいいかも。お、今じゃないじゃん、今なんじゃないいやみんなはもうあの予定があったら絶対に会いに来てほしいです。私がねこう今日須田さんにもらったみたいなさ、こう愛をさ私がみんなに与えられてるといいな。なんかでもすごいと思うんです、本当に本当に。なんかなんていうの、みんなはさこう私推しの方はで私推しって言ってるぐらいだからもう私で回ってるわけでしょ世界が。だからすごいね、嬉しいねっていう、なんかすごいよ。あ、その浅井優香本人はね、なんかすごい、いや、なんかすごいなって、なんて言えばいいんだろうね。すごいよ、みんな。私はめっちゃ嬉しいけど、なんだろう、なんていうの、逆にこう、そこまでの人間なのかっていうのは結構思う時もある。けどこういうね、みんながねちゃんとなんていうの、好きでいてくれるのはありがたいことなんで、ありがとうございます。私はなんか最近になって特に、最近になって特に違う、なんか休業を終えてから特にかな、なんかファンの人なんか結構ファンサービスをなんていうの、ファンサービスってなんだろうってずっと思ってて、前はね、なんかいや
え、でも私お酒飲んだのかってぐらいなんか急に話し出す。違う、なんかね、すごい思ってる、最近もすごい思ってる、ファンサー、最近は思ってないんだけど、最近は思ってないんだけど、ファンサービスってなんだろうって考えた時に、昔はなんかただ私はこうなんていうの、そんなもん知るかって感じだったの、昔はね、そんなもん知るかって言ってもただがむしゃらに頑張ってたんだけど、最近はあの須田さんよ、それだ絶対それだ、最近はあのなんかなんていうの、自分がファンの人にこうしてあげたいって思うことがファンサービスだなと思って。思ってたんです、持ってるんです、なんかしてあげたいっていうか、こう自分が発信することで誰かがこう幸せになるんだなって思ったら、すごいね、それがのファンサービスだなって思いまして、すごくそれになんていうの、深くあの考え出してるんです、出したんです。反抗期の時怖かった。違うの、なんかあの時は多分こうアイドルになれたことがすごい嬉しかったんだけど、なんていうの、アイドルで私がアイドルだから、なんていうの、アイドルとしての役目を果たせれば別にいいと思ってたんですよ、多分アイドルを全うしてればいいと思ってたんですけど、そう、あんまりだからなんていうの、めちゃくちゃなんかレスとは違う気がするんだよ、ファンサービスって。私はそうだから、あの今日は、あの今日はじゃない、その時はそういう感じだったけど、今はあのしっかりなんていうの、しっかりね、みんなのことを考えてますよ。人間味を感じた。昔ね、私はそれで言うと、レスで言ったら多分レスと一緒にされたら全然、私はまあ苦手なので、すごく苦手なので。はい、だけどなんていうの、それじゃなくてしっかりなんていうんだろうね、アイドルとしての役目もだけど、ファンの方がいることをやっぱり忘れないように生きていこうと思いました、アイドルなので。それを最近感じてて、みんなのためにこう頑張ろうと思います、今は。すごく自分のためじゃなくて、目標がそれこそまあなくなっちゃうかもしれないんだけど、そうなると、だけどまあまあまあそれでもいいかなって思い始めてきたんですっていうのを、だけど今言っちゃった。だって生誕まで長いじゃん、無理だと思って。そう、頑張りましょう。だから皆さん、あの頑張りましょうはそうだけど、あのみんなね、あの一緒に楽しみましょう。ゆうかたんをおすライフ楽しんでください皆さん。はい。そう、ちょうどこの間が休業 し始めて、発表してから1年になったんですよ。そうだから、それでめっちゃ考えて、いろんな、うわーみたいな、あそうだったんだみたいな。メール送ったんですけど、そうきっと撮ってない方もいると思うので。みんなね、しっかりさね、働いてさ、いやもう私本当にすごいと思うんだ。だってさ、明日もさトーク会2日間あるわけじゃん、絶対休みじゃない人もいるじゃん。休みじゃないっていうか、なんていうの、休みじゃなかったけど休みを取った人もたくさんいるわけじゃん。でもそれってさ、一家でそれをさ私に会うために使ってくれるってすごくない？普通にすごいんだよ、みんなマジすごいからね。なんか行ったことあると思うんだけど、私本当にすごすぎて、みんなありがとうございます。
皆さんすごいです。なんかもうみんなの職場に行きたい、もう頑張ってって、もう偉いねって言いたいぐらい本当にすごいです。皆さんありがとうございます。いやだからね、私も頑張りますわ。今日も須田さんに会ったし、職場に来られるのはちょっと断られたんだけど断られたんだけど、まあでもそうだよね、やっぱ仕事こうさ、なんていうの、してる姿やっぱ推しに見られたくない。やっぱ僕はやっぱ推しに、推しの前と職場では全然違うんだっていう感じの人もいると思うしね推しの前だとデレデレだけど職場ではしっかりしてるんだっていう人もいると思うし、ほぼそうやろ確かにそうだよね明日の幕張り、お、寝坊しないで、寝坊しないよ、みんなも寝坊しないでね、逆に。職場でデレデレしたの見られたから、あ、そういうことね、なるほどねそっか、そうだよね、確かにみんな、だから自分がファンってことを知らない人もいるでしょ、だってこの職場にバレちゃうね、全部が。荷造りは今ね、もう東京にいるんです私、イエイ。もうキャリーケース、キャリー最近変えたんだけどさ、銀色のやつに、なんか結構あの今日めっちゃ乱暴に扱ったけど大丈夫かな。だから今日は脱衣所じゃなくて一人です。明日はあれです、真っ白です。珍しいの、私本当にね白全然着ないんですよ。だからあの楽しみにしててください。白とかも全然着ない、本当に。でも可愛いと思う、楽しみにしてね。そう、黒ばっか着てるんですけど最近は特に。でもね、私ね髪の毛、ちょ本当にごめんね、今着たやつなんでこんなくちゃくちゃなのと、で結んでたんです、すいません、結んでたんですけど、そうあの髪の毛ちょっと抜けてきたんだよね、色が。どうしようね。でも私もうねちょっと髪の毛暗い方がいいなって思ってるんです私。なんか茶色だとなんかすごい、なんていうの、なんかやんちゃ感すごいなんて言えばいいの、あのギャルみたいな感じになっちゃうんだよね。ギャルにはなんないけど、顔がギャルじゃないから。そうだけど、そうピンク可愛いよね。そうピンクも可愛いのよ。そうでも黒髪って本当に今いいんです、あの流行りなんです多分。でも黒髪いいよね、ギャルミ好きなんだけど。あ、ほんとね、うん、どうしよう。私ほんとに優柔不断だからさ、結局みんなに聞いてさ、結局自分で決めるんだよねそう優柔不断だから、その時はすごい、なんていうの、どうぞから、なんていうの、結局自分で決めるピンク見てみたい。ピンクね、許可が下りるかしら下りるかしら。
あんまり派手なだな、あん、あんまりは、ちょっと待って、あんまり派手じゃない方が俺好みです。俺の好みか。なんか押しちゃった。あ、押してなかった。なんかでもね、女の子とね、あの男の子でね、全然あれなんです。女の子はロングが好きで、男の子はショートが好きなのね、みんな。そう、そう、私はもう分析した。まあロング好きな人も多いけどね、男の方で。まあ結局はみんな私のことが好きってわけ。ギャル口調わけ。ロングアレンジできるけども、私本当にこれもうだってポニーテール、まあポニーテールできるけどさ、短いよ。だからどうしようかなと思って。どこからがロングになるの？私がこの間やってたやつは全部ロングじゃない？でもこれぐらいでもいいの、全然ミディアムっぽい感じでも全然いいんだ。でも私ね、ショートにするならもうこれぐらいにしたいの。もうこれぐらい、え、ちょっとこれはキモいかも。これぐらいかな。でもってなると、となるとですよ、何もできない、ショートしかできない、公園で。そこがそうなんですよね。休業明けたぐらいの長さ、あ、それぐらいかも。いやでもその前は、前ももっとなんか短かったの。もう超短くしたんだよ一回。これここぐらいかな。まあ踊りやすいけどね。あとなんか肩幅ガーンみたいになるのが嫌なのね。あと顔もちょっと大きく見えるんです。もうこれは女子側の目線なんですけど、はい、その公演やってた時結構短い。あー確かに。どうしようね。優しい、みんなフォローが。でもなんかメイクもね、私本当にどんどん変えてるんですよ。実は変わってないように見えて。でも最近はもう今日はまあチークっていうか、まあ V 君が作ったチークがあれなんだけど、最近はアイラインを、あ、今取れてますね。アイラインをもうちょっともう取れてるんですけど、こうあのね、私あれを見たんだよ。あの子フルーツジッパーの桜井由衣ちゃん見て、あの垂れ目ライン可愛いなと思って、ゆいちゃんの顔がすごい可愛いんですけど、そうだから垂れさせてるんだ最近。そう、今日まつげ綺麗、めっちゃ綺麗に上がりました。あんまね迫力はないんだけど、私のまつげ。物理攻撃チーク。だからこれ自分でこうガーンって、自分でじゃないけど、自らでもないけど、 V 君が自ら作ってくれた、こちらチークです。チークってね、あの作れるんです。皆さんなんか分かる、近づいたら分かると思う。ここの辺ね、こう1234とここにあのついてるんです。あのなんていうの、これなんていうの、これ V 君がメイクしてくれました。みんなチーク作れるから、ぜひ愛犬にね、こう寝てる時にこう余裕だったらこう噛んでチークしてくれます。はい、いや機嫌悪くない、もうさっきまでラブラブしとったやんっていう。だから何なんだろう、美味しそうに見えたのか何なのか分からないんだけど、ハマれました。
全然いいです。なんかこういうのあるじゃん、結構あの韓国とかでさ、なんていうの、肌治療とかでこうなんていうの、ダーマペンとかこうわざとこうこうなんていうの、肌にこう穴を開けてこうなんてオイルかなんか肌にいいやつをこうこうなんていうの入れて、なんか肌の調子を良くするみたいなあるんですよ。なんかもうセルフかなみたいな、セルフダーマペン、もうポジティブにいきます。ポテンザポテンザかな、そう無料でできちゃいました、やったいやもう本当に、まあでもまだここでよかったけどね、だっていい感じじゃん、なんかオレンジチークみたいな。これをほのとあゆかにさ LINE で送ったらさ、ポジティブすぎって言われてそうだよね、なんか結構私ね、やられた瞬間は肌取れたかもって思って、結構ガチで心配めに鏡見たの、そしたらなんか 1,2,3,4 カリみたいなのできてて、えみたいな、何これ、でも逆に面白くなっちゃってはい、え本当に肌取れたと思った、もう肌取れたと思ってびっくりしたのよ。ダメだよ、でもみんな V 君のとことね、ダメだよ、叩かないでうちの愛犬ですから叩かないでください皆さん そうほっぺ取れたと思ったの、もう本当に物理的に、チーク両方しないといけない。じゃあちょっとのね、すみれさんがくださった、もうねこれ本当に可愛いの見てほしい、チーククリニークのなんだけど、じゃじゃーん、行き過ぎてずっと使ってるの、でもね全然なくならないの。こちらの一番これ画面から見たら、まあ、いいか、左のカラーを塗っていきたいと思います。あの反対のね、反対側にね、ちょっと左右対称になるように、こちら V 君チークの配信、大丈夫かな、私二十歳になってこんなことやって大丈夫か、ここの辺だからこう黒目の下あたりのここの辺にこうちょんちょんちょん、お来たんじゃう大丈夫この、大丈夫かな、教えんされない、大丈夫か心配なんだけど、よしここのね、このここの下でここ、こうでしょ、ここ、この辺、こう、お、いいんじゃない来たんちゃうどう、ちょっとやばいえ、でもさ、こっちちょっと濃いんだよな、なんか黒ずんでるんだよ、やっぱりここの辺が、あと隠せてないの、あ、え痛くないこれ、どうですか、こっちもちょっと塗っとく、なじませぐらい濃いって濃いよ、どう、ちょっとねこの辺と、あと鼻にもちょっとポンポンと塗ってみまして、ごめんなさい鼻ちょっと柔らかくて、なんか鼻に塗ると可愛いらしいよ、全然知らないんだけどさ、なんかいつも塗ってるよね、どう？ブー君チークの完成。あごつけすぎ。なんかあごつけすぎた。左右非対称？あ左右対称か。なんか違う。割れるかなこれ。え犬に噛まれましたってほっぺ。大丈夫ですかって言われるかな。わからないよね。どこ噛まれたか。大丈夫これ。でもねすごい話なんだけどさ、なんかあのティルティルの、みんな知らないか、なんかよいしょ、なんかこれをなんかあの使うと隠れるんです、これが、いやでも隠しちゃダメか、今もうせっかく塗ったのに、めっちゃいいんです、もう全部隠れんの、
びっくりした。私結構心配だったのに、まあ少し多少はちょっとピンク身残るかなって、結構でまあファンの人にちょっと隠しておこう、やっぱ V 君守るためにって思ってたんだけど。やめて、パソコンのマウスやめて、これやめなさい。まあまあマウスっぽいけど、とめっちゃね、そうみんなには隠そうと思ってたのだけど、ちょっとねあのね配信にこう違和感すぎて、大丈夫か私これさ、意志弱い人って思われない？意志弱いよね。反省。まあでもきっとみんな優しい、 V 君のことは叩かない。優柔不断感出てる。え、そう本当に皆さん MBTI 知ってます？私超ハマってて、一時期人の MBTI を当てる、私骨格診断もできるんですけど MBTI も当てれるんですね。これ特技なんですけど、まあ、当てれるかは分からないですけど、あの当てれるっていうか、あのしん、なんていうの、診断できるよっていう。私 ISFP なんですけど、多分最近 INFP に変わって、まあ、皆さん多分知らないと思うので、あの調べてみてください、私の性格。でも今日須田さんでやったの、そしたら一個違いだった。もうずっと私本当に聞きたくて、須田さんの MBTI って何ですかって勇気を出していったので、あの私ずっと思ってて言うみたいな、須田さんの性格分析してたんですみたいな言って、でなんかそしたら最近のは外れてたけど昔のやつは一個だけ違ったけど、もうあの当たってたほぼ。そう須田さんはねずっと前から考えてたんです。いや怖がられないって言われたんだけど、いやこれは話のネタの一つになりますよ皆さん。見事な早口だった。無理。はい、なんかでもメンバーぐらい距離近くないとね分かんないかも、だから分かんないけど、たくさん会いに来てくれたらその分その人がどういう人なのか分かるので、結構私人間観察好きなんだなって最近思ったんです。うん、人にあんま興味なかったんだけど、 あったか、全然あった、ごめんごめん、ありました、全然ありました。じゃないとあんなめんどくさいって言われないもんね。やばい、みんな星型になってる。人に興味ないってあんま よくない言葉。興味あります、全然あります。みんな今何してるの、今日は何をしてたの？花金か、今日花金だ、花金ですね。人懐っこいイメージです。本当に？でもあれだよ、私本当にあれだよ。私多分ね、心を開いた人には人懐っこいかもしれないけど、心を開くまでめちゃくちゃ時間かかるタイプです。結局だから本当にあれです、内向型。でも前は違ったんだけどね、まあ、仕事でした。うん、疲れ様です。や、出た、このこのさ話になるとあれだよね、浴衣のこと考えてましたでみんな。心開いてもらえるのに頑張る。ファンの人には絶対開いてる。だってみんな私のこと知ってくれてるじゃん。全然知らないっていうか、私に興味ないかなって思ったら、
多分開かないです。はい、みんなだから開いてくれてるので好き。彩香ぴょんと似てる、似てるかもね。夕方の配信見ながら来週の資料の来週の仕事の資料を作ってます。うわ、えらい。頑張ってください。公演中前より目が合いやすくなった気を。でもそれが多分さっき言ったあれですよ。なんかもう昔はただこう自分が踊るのが楽しいだったんだけどね、最近はみんなが見てそれで踊るのが楽しいってなってるくるからるから、はい、ありがとうございます。配信見ながらお酒飲んでます。えらい、えらい。配信見てるのえらい。仕事が大変でお酒飲んでるのえらい。えらい、みんなえらいね。やっぱり少し変わりましたよね。変わったのかもね、性格。やっぱ年をこうなんていう重ねることによって子供じゃなくなったのかもしれないです。今ワンオク聞きながら配信見てる、いいね、めちゃくちゃいいね。ゆかちゃんに会うから禁酒してます。それも偉い。でもいいんだよ別に、酒もう今日は無理だって思ったらいいんだよ。お酒飲みな、酔っ払ってるみたいだよね。いやでもこれね、何酔いだと思います、皆さん。スタ酔いです、明かり酔いです、最高の酔いですね。え、本当に飲んでないです今日。顔赤いですけど、はい。明かり酔いです、もうもう酒強すぎて、いや私の中で一番強いお酒ですね、はい。なんで赤いの、そっか今来た人にはね通じないよね、これ犬に噛まれました。はい、愛犬、愛する愛犬 V 君にほっぺたを噛まれました。もう書いとこうかな、このテロップに。酔っ払い。いや本当に本当に酔ってないです。酔ってないっていうか私本当にお酒飲まなくて、飲めるようになったのも本当につい最近なんで、当たり前かもしれないんですけど、本当に酔ってないじゃない。飲んでなくて、最近は私5月に入って1回も飲んでないです。嘘、超嘘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 、 7D2 で行きましたわ。梅酒は飲めます。あ、でも本当に私でもそれ以外は飲んでない。その時は梅酒を、私ね聞いてほしいの、その日ねなんかなぜかめちゃくちゃ飲んで、あ、そう打ち上げで、その時の写真撮ったっけな、もうみんなもうハイすぎて、その時私お酒3杯飲みました。すごくないですか。まああの時すごかったです、なんか凄かった。記憶はあります、そんなないけど、でも3杯私飲んだことなくて、1杯でいつも顔真っ赤だったんですけど、その日3杯も飲みました。マジで酔ったらどうなるかみたい、
これお酒配信とかでもダメでしょ、あんまり。あんまり良くない。私だって乗ったばかりだし、まだ私に。でも酔ったことないですよ、まだ未だに。だから多分3杯でも酔わないってことは多分酔わないのかな。私酔ったらどうなるんだろう、まだ知りません私は。今日は飲んでるようなもん。そうですよね、はい。酔ってるくらいほっぺピンク。ごめんね、これあれなんです。そう、このなんていうの、ブイ君に噛まれました。やばいよね、やっぱチーク濃いんだよね。それをめっちゃ言われるんだよ。あと眉毛も濃いんだよ。今日全部濃いからちょっと買いとこ、眉毛ティントと V 君チークでチークでメイクが濃いです。うわ、25文字しか使えない。よし、あ、濃いですって書きたかったのに。オッケー、来た。あと15分ぐらい。え、そんな経ってるの、やばっ。そんなに経ってるんですか。V 君チークです。これ V 君が私になんていうの、宿わせてくれた、なんて言えばいいの、チークです。1時間も配信してるんだ。みんなごめんね、眠たいでしょ。明日早いでしょ、みんな頑張ってください。頑張って起きてください。私も頑張って起きます。明日会うからパックしながら聞いてる。え、女子力高っ。あ、授けてくれたな。ゆうかさん、あ、ゆうかたん、あーさん苦手、苦手だけど元気です。元気は元気だけど苦手は苦手ですよ。期間限定の可愛いタトゥーこれでも期間限定になるかなってとこなんだよ。これなんか残りそうで怖いんですけど、まあ、明日も一部からですからね。あれ、明日一部からなんだ。私違くない、二部からじゃない、あれあれ、え、私は2部からだよね。何時に寝る、何時に寝ようかな。何時、12時、あ、無理じゃん。1時に寝ます。あの人はきっと1部から行くんだ。前乗りの理由、あ、前乗りの理由は本当にただ須田さんに会いたいから前乗りしに来ました。ただ自分で、本当にだよ、自分でただ前乗りしに来ました。だから普通にあれです、ホテルも自腹です今。はい、でもあとちょっと、
とちょっとで、あと10分くらい、10分もないか、終わろうかしら。そう、なんかね、私あのまたそのさ、みんなが偉いっていう話にするんだけどさ、あのこの間ワンオークでその埼玉まで行ったんですよ。ベルーナドームめっちゃ遠くて、え、こんなかかるんかと思って、1時間ぐらいかかったんですよ。そう、行くのに。みんなお金とこう時間をこう、その両方をね使ってきてくれるんだっていう。だって幕張とかも結構遠いじゃないですか。みんなありがとう。でね、こうもしさ、こう遠くから来てるよっていう人はさ、こうなんてホテルも取らないといけないし、新幹線も取らないといけない。ってなるともう、え？いくらかかるのって話ですよ。ありがとうって思いますよ。だからそれだけのこう価値のある時間をこちらがお届けできるように頑張ろうという一心でございます。酔ってるな、やっぱすごいな、やっぱ須田さんは。昔ベルーナドームで好きな握手会やったね。え、やったことある？私もいる？それだからわかんないけど、で、え、え、なの分かったですっけ。そこじゃなくて、めっちゃ寒かったとこ。待って待って待って、行ったことあるの？じゃあ私、え、名前変わってるの？知らないよ。え、メットライフだよね。なんか行ったことあるけどここじゃないみたいな。メットライフじゃん。いた、すごいキャリーに当たっちゃった。なるほどね。なんか最近ドームの名前めっちゃ変わってますね。西武ドーム、メットライフドーム、ベルーナドーム。なるほど、了解です。した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 よ、握手会やったよ。無意識とかじゃない？違う？私確かあそこでプデの時とかだった気がするよ。違ったっけ？なんか言った気がする。私あそこの楽屋でプデの動画撮った気がするもん。うん、多分そうだと思う。難しい。寒かったよ。なるほどね。はいはいはい。そう、野外だったよね。ほぼや半分野外、半分ドームみたいな感じでした。スタバか。はいはいはい。まあでもワンオクは本当に素晴らしいので、お時間があれば聞いてみてください。みんなベルーナドームについて語ってる、いろんな思い出を。私たち思い出あったんだね、あそこに。全然知らなかったよ。みんなあんなに遠いとこに来てたんだね。えらいね、えらい、偉いです。じゃあ終わります。私、ねえねえねえ、今日の配信まとめ載せても大丈夫？全然載せ、あ、そうだね、配信なんだっけ、写真、写なんだっけ、これなんて言うんだっけ、もうね、ダメなんだ、素材用意してるから今。
何なんだっけ、スクソタイム、それです、それをします。でもちょっと眉毛、まあ、チークだけ、眉毛はちょっと待ってね、ちょっと眉毛キモいんで隠れるぐらい。これさ、ブンくんチークがこっちなの、こっちは違うか。イエーイ、眉毛濃い。こっち隠そう、どうやったら隠れる。イエーイ、バイバイ。みんな明日頑張って起きて、もし会えないよって人はあのお仕事頑張ってください。お仕事じゃなくてもあの会いたいなって思ってください。皆さんではさよなら、おやすみなさい、バイバイ。ありがとう、こんな夜遅くまで、さようなら。あ、待って、どうやって、はい、あ、これか、バイバイ。おやすみなさい。